ます。秋田がと申します。今回はですね、こちら遊戯王リンクブレインズパックの開封動画となります。今回は5箱買ってみました。結構買った方かな。最初はですね、10箱とか買おうと思ったんですけど、どうもね、敷くとかが当たる気がしなかったんで、多く買っても。なんかもう諦めてその辺は、ね、5箱だけにしました。そんでは早速開封していきたいと思いますが、今回ハサミを忘れてしまったんで、もう一枚一枚手抜きでやっていくんで時間がかかると思います。ひょっとしたら前後編分けるか。じゃあ早速剥いていきましょう。OK! じゃあやっていこうか。もうちょっとスピーディーにはいかないけども、ささっといこうぜね。4枚らしいんだよね、1枚がね。で、絶対スーパーが入ってるらしいんだよ。いきます。最後枠だな。セフィラシウゴ、ウルゴイの風。おお、ケルビーニ3枚入ってんのか。いいですね、ケルビーニ。もう正直な話、これが一番欲しいからね、これ。お、クオンダーそっか、これも再録か。まあね、まあ、ケルビーニは絶対当たると思ってる。僕は今、下級ね、下級というか、欲しいカードは何かって言われたらケルビーニですよね。はい、アロマガーデン。はい、龍騎隊。お、パーペチュアルキングデーモン。どういうことなのこれ。お、ケルキオン。ジレアなんだ。ケルキオンジレアか。これはなんか有能だね。有能じゃね。ブリリアントフュージョン。これもか。マドルチェ・マンジェリー。アロマジー、アロマセラフィン・ジャスミン。ふんふんふん、なるほど。これなんかあれだね、植物族モンスターをなんかリリースできる。ローファイアだね。お、ケルキオン2枚目。なんだろうなぁ。この辺のさ、再録が優秀すぎるのってなんかいいよね。はい、ベストロビー。インベルズ・オリジン。確かベルズモンスター2体で、このカードがエクストラモンスターゾーンに存在する限り、互いのエクストラデッキからメインモンスターゾーンに召喚する場合、このカードのリンク先にしか出せない。あ、上と下にあるから出せちゃうんだ。だからこれがあるから微妙だよな、このカード。ベアドリーチェ。ジレアベアドリーチェ。いいなこれ使いたいな。ジレアベアドリーチェはちょっといいな。ジレア探偵はなんか、微妙かなって思ってたんですけど、カードで。ジレアベアドリーチェはちょっとなんかいいぞ。なんか使いたいなと思う。リフォードツール。レイジュ。で、サラキアビス。マーメイルドかな。召喚魔術。これも知り合いなんだ。はぁ。なるほど。はい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 。あ、そっか、アリサも入ってるって言ってたな。早くね再録。再録早くね。レダメ。ん？ここで来なかった。ってことはこれ、ウルか敷くか？おい、ハリファイバー、イエーイ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 、時には起こせよ、ムーブメンツ、よっしゃ。ガカルさん、一点に答えて、責任の真実のものを、おいらを。ごめんなさい。いいね、いいね、いいね、ハリファイバー。なんか、ウル、ウル、ウルが、ウルですら、なんか2000と思ってました、ショー。はい、ルミナース。はい、ジェム内のファントムルーツ。1450。ジェムモンスター2体。あ、メルカバー。メルカバーはあれか。これも再録か。何か再録なんだっけ、他に。召喚獣は。召喚獣他にすごいのって、カリウラぐらいだからでしょ。メルカバーがあったらいいんだけど。あ、重装ね。はい。うわ、フレッチ、なんか僕これ、効果見たけど、クソサコナメグジだった気がするんだけど。お、クオンダ。クオンダもいらねえな。なんだろうな。ジリアで僕は欲しい。あ、ミドラージュね、ミドラージュ。ミドラージュ、ミドラージュ。これの再録がやばかった。お、アレイサー来た。なんかスーパーとあんま変わんないな。心霊の診断完成。お、クリフォード・ゲニウス。クリフォードですね。うん。まあ、これもなかなかつく。おー、シェキナグだ。いいね。ぶっちゃけ話、シャドウル作れるんじゃね。なあ、シャドウル作れる気配がするよな。あ、うぜえ、やばい。ミドラーシュ、まあ、シャドルフュージョンはいいでしょ。他が、あ、でも、あれか、確かあんなんだよね。あ、ライリーン、そうか。ライリーンも再録ね。はいはい。
スレビタイガー、お、暴走召喚者アレイスター、なんかアレイスターイケメンになってない、あのとあるの、とある魔術のインデックスのアレイスターじゃなくて、とある魔術のインデックスに出てのラノベの最初の挿絵の絵のページに出てきそうな絵面、わかる人はわかると思う。はい、アルトリス、多分今の、もし仮に今聖騎士が出たとするならば、アルトリウスは女だったはずフォーリンダウン、シトリー、あー、シトリースーパーだったね、まあまあ、同じのはいいんだよ、同じのはいらないんだよ、さすがに同じのはいいんだよ、いっぱいいろんなのが見たいんだよ。確か四駆が当たるかどうかわかんないんでしたっけねえ、糸箱で絶対来るとは限らないんでしたっけ。はい、おっ、ってことはウルだな、これは。いきます、はい、ライトロードドミニオン、あ、これもウルか、なんだこの FF13 のバルトサンドロスじゃないわ、バルトアンデロスみたいなやつ、格好が、能力はよく分かってないんだよ。ライトロード2体でしたっけ、光属性だっけ、同じ属性で種類が異なるモンスター3体か、あー、まあまあまあ、ライトロードで出やすいっちゃ出やすいのか、他だったらなんだろうね、幻影悲願とか、あー、オッケーオッケー、はい、メタルブでピースマギア、グリモ、ケルビン、まあまあまあ、2枚来てもね、2枚使うし、どうする、ジュノン、あ、ジュノン、そうか、ジュノンって再録とかなかったんだっけ、だからあれも使ってなかったもんね、全盛期の魔導ですら使ってなかったもんな、お、エルシャドールエグリスタ、これも再録か、センチビート、ストレン、ジェムナイトファントムルーツ、ボーデンコ、ジレア、はい、オッケー、ラストです、ウルが2枚なのか、なるほどね、はい、セフィラ、トフェーニ、ウェルズオリジン、はい、アルトリス、はい、以上です、あ、そっか、宿出るとは限らないのか、これはちょっときついね宿が絶対出るとは限らないんだぜって話ね、はい、2箱目いきます、でも、シクのハリファイバーとかもう考えたくないな、もう最悪、他のウルがなんだっけな、聖騎士か、ウル2枚しか入ってないのか、すげえな、これ剣闘銃トラガシス、今の状況だ、オークリフォードディスク、いいね、再録枠有能だな、ほんとここしかねえっていうのを攻めてくるね、うん、アペライオ重装兵、おっ、あーってことはウルだな、そろそろなんか聖騎士着てもいいんじゃね感があるな、いきます、えクローリー魔導限定、なんか魔導これ使いにくいってみんな言ってた気がする、魔導はこれは、ミドラーシュ見ないっすね、ジレア、俺最近ジレアのさ、あの当たりの ガチャしょぼいからな、えい、アレイスター、おい、あ、アレイスター、アレイスター、アレイスターだよアレイスター、アレイスターか、つい、ジェムナイトフュージョン、ホーネット、キムンファロー、精霊重機、アドベス、まあでもさ、こういう、なんていうのかな、キーカードが手に入りやすくなったら、それと同時に他のカードも買いやすくなるからね。はい、フリードツール、セフィラメタと、イラストかっこいいな、これ。で、クイーン、ティアラですね。まあ、シャドウールだったら他なんか、あれでしたっけな。ファルコンが高くなってんでしたっけ。ライディン、モードレッド、モードレッドさん、なんか、FGO ではかなり可愛い少女らしいけど、はい、ピコバレーナ、インゼクターピコバレーナ、このイラスト、このイラスト、何、最初ガッツの最初の方に出てきたあの妖精に変わってしまった少女を思い出すな、ベリットによって、すげえグロいんだよね、あれ目が
怖くて。で、メガロビスね。メガロビスか。ディニクアビスが、なんか再録されないんだってか、ここでは。メガロンされたから。おっしゃ、スカルバリオン。イエス。セイヤの新宅、シャドルネビリム。ネビリム返して、誰やお前。メタモルフォーセフュージョン。君、確か、ここになる前もジリアじゃなかったっけ。同じリアリティか。そしたらノーマルにしてほしかったんだな。おい、おい、レアメタルローズ、ビスマギアね。はい、1人、はい、ドラガシス、おっしゃ、ミドラッシュ、オッケー。いいね。ミドラじゃもう3枚絶対必要だな。おい、反発感染ね。竜気体、ヘビーメタルフォースエレクトラン。これがなんか高いんというか強いんでしたっけ。このカードがリング召喚でデッキからペンダルモンスターいったら選び、自分のエクストラデッキに表側表示で加える。一ターンに一度このカード以外の自分フィールの表側表示モンスター一体を破壊する。その後自分のデッキからペンダルモンスター一体を手札に加える。へぇー、なんかまた厄介なことしそうですな。お、ミドラシ今目。え、いいじゃんいいじゃん。ミドラシが絶対高くなると思ってか。おい、クルドツール、フォーリンダウン、ピコバレーナ、はい、メガロアビス。あれおかしいな、ノーマル枠で、ノーマル枠で彼岸が全然来ない。僕、彼岸もう一個作ろうと思ってたんですけどね。はい、スレブダイガー、セフィアの新宅、インベルトの理人、メダロスフィッシュ。来ねえな。はい。おっしゃ、グラバースニッチ。いいねー、ノーマル。幻影悲願か儀式悲願かで悩んでます、今。ね。エグリスター、セフィラメタとかね。で、あとです。まあ、なんか一枚一枚スーパーがあるってのはいいな、ほんと。よっ。うい、おい。おい、トフェニドラゴン、マドルチェン、マンジェラート。いい、ということは次か。そろそろなんだろうな。魔導出た、ライトロード出た、ハリファイバー出た。他がなんだ、聖国、聖国。いきます。で、あー、ここ出た。イラストかっこいいよな、これ。やばくない？なあ。イラストがすごいかっこいい。イケメン。でもこれ女なんだよね、どっちもね。どっちも女なんだよね。この聖騎士は戦士族2体なんで、なんか他のデッキでも使えるって言ってた、言ってました。姉ちゃんが言ってた。はい、双方シャドルネフィルね。で、ガイザーです。はい、ラスト。シク出ないっすね。もうシクは出ないもんと思った方がいいか。ハイファイバーなんで、まず、当たんのか？当ててる人いんのか？はい、アロマガーね。おい、キムファルコス、ステーディングアビスだ。あー、宿出ないなどんなもんなんだろう、3分の1ぐらいのか。オッケー、じゃあ、3箱目。よっ、青。宿なぁ。まあ、でも、スーパーのところで宿が出ないのはいいかな。スーパーにまで宿はがあるんだったら、もう、発狂だったね。もうなんか考えるだけで嫌だ。メタルホーズカウンター。オッケー、スカラマリオン、2枚目。はい。ステフィア、メタドローン。はい。ベルゾピオンね。ポピオンの事例はいいね。これはいいね。スイ、ベストロ、ガー、ボールス。ピコファレーナ。はい。ギガマンティス。もうなんかギガマンティスがあるんだったらもう何も買わなくてもいける気がするな。インテクター。ダンセルはどっかで再録されてたよね、確かね。はい、召喚士のスキル、重装兵、キム・ファルコス。おお、ミカエル、マジで？アークミカエルも再録なんだ。やばい、これはすごい。これで俺の聖眼に入れてるアークミカエルを他のデッキで使い。ライトロードも組もう組もうと思ってるわな。あ、いや、ジムネフィギュション、シャドウネフィギュム、セラフィね。
スーパーワールド来てないのなんだ。いや、いっぱいあるんだろうけど、なんだ。はい、グラバース、OK。グラバースが揃えばもうすでにいいんだけど。はい、ドラガシス。アロマチジャスミン。うえ、スエ。セフィラユーシ。これがなんだっけ、サーチだっけ。ああ、見ても名前はクリオトゲインですね。はいはいはい、ベルゾーピアね。あの、剣闘術ってさ、あの、至るところでさ、プッシュ受けるじゃん、地味にプッシュプッシュで。受けてるんだけど、誰も組むやつがいないっていうオチがあるよな。はい、暴走召喚者、レイスター、ジャックするな。なんだろうな、他に必要なん、ジレアは、まあ、ミドラシューか。あと1枚だな。はい、ライディンね。はい、エレクターね。で、ギガマンと。しかし、しくこねえなぁ。しくこねえ。パッと買った。あ、ダンセル、ダンセルの財布なんだ。ダンセル財布がいらねえだろう。アニバーサリーパッて、やったんだ。そう。アロマで、お次か。なんだろうなぁ。なんだろう。わからん。行くぜ。またクローリーか。いいよ、クローリー。さっき当たったって。かぶんのはやめてくれ、かぶんのは。買うんだったらハリファイバーにしてくれ。はい、アレイスターね。うるおいの風、ピコピコ跳ねんの、なんかよくねえ。よう来ますな、オータクラ。ほい、すい、ガラティーン。はいはいはい、ガラティーンか。持ってたな、聖騎士。あの、英語版で。おなんだろうね、セフィラシウオ。まあいいや、ハイファイバー来いよ。はい、イゾルデか。まあイゾルデはいいや、クソ欲しいし。あと1枚ぐらいハイファイバー来たらもういいんだけど。マドルジェ、はいはいはい、あ、セフィラね。はい、セフィラ見たと思うな。2回 OK。 あの、シクワークってウルの可愛らしくなの？それでもシクがあんの？普通に。普通にシクがあんのかな？ミネルかな？はいはいはい。ねえ、ネフィ。ネフィリムよくねえ、お前も。ネフィリムよく来ますわ。あー、ジリアこっち。はい。ダンセル、トリックデーモン、ドラマシス、メルカワ。はい。はい、じゃあ3箱目ラストかな。これ終わったらとりあえず一旦切るか。な、長いし。イエーイ、心拍力感染、アペライオ、キモンパルコス、ね、ベアトリチ。はい、OK。とりあえず3箱分の結果がこれです。残りはじゃあ後編で。お楽しみに。バイバイ。